フェルディーニ監督キャラモノを続けていきたいなと思います。ということで、まあもうなんか今ちょっと出てたんですけど、前回の動画でセンターバックの主力のミレンコビッチがチェルシーにね、2500万ユーロで放出が決まったということで、まあ急いでね、センターバックの穴埋め代役を獲得しに行かないといけないなということなので、早速今から、補強で獲得して、まあ、本来であれば起用は、まあ、無理なんですけど、当日使うのは言えないんですけど、ちょっと当日が言えないんですけど、はい、とりあえずちょっと仮やり戦で使いたいなと思ってるので、今から選手取りに行きたいなと思います。はい、で本日取っていく選手こちらです。カルバン・フィリップスかな、カルビンって言ってたんですけど、どっちなんだろう。カルバンなんとかっていうブランドありますもんね、カルビンって呼んで。ちょっとなんとかっていうあれなんですけど、まあカルバン・フィリップス取っていきたいなと思います。まあリーズ・ユナイテッド2部のリーズ所属の選手って、まあこの間、てか夏の時も候補者リストには入ってたんですけど、まあ、結局カマラを取ったので獲得はしなかったんですけど、このタイミングでちょっとフィリップス取っていきたいなと思います。身長っていうところでね、ミレンコビッチ195あったので、結構まあそれに近しい身長のある選手を取ろうと思ってたので、まあ、エドソン・アルバレスだったり、あとカバクですね、ちょっとこっちのセンターバックの方にいるんですけど、カバクを取ろうと思ったんですけど、カルバン・フィリップスに関しては動画も見て、すごい対人はすごく強い選手だなっていう印象をすごくあったので、まあ、身長178っていうかなり低いんですけど、センターバックにしたら、ただジャンプ81なので、もう単純計算で178足す81して、まあ、2メートル50の選手だと、もう僕はもう脳内洗脳して、もうそう思っとくので、まあもう2メートル50あればいいかなっていうので、まあスタミナ85ですし、フィジカル87と、そういうところはすごく能力高いですし、パス精度もいい選手で、なんかすごいし、なんかフリーキック精度71とかあるし、まあ、タックルスライディングもまあ75前後ということで、まあいいかなということで、フィリップス取っていきたいなと思います。ただ、週給5万9000なのでかなり高い、ここをどうするかみたいなところはありますね。でも1500万で上げて、これで、決めよう。うわ、使えないじゃん、じゃあ。使えないじゃん、仮やり戦。なんやねん。はい、ということで、ちょっと仮やり戦を進めないと進展ができないので、仮やり戦ちょっと先に進めちゃいます。すいません、嘘つきました。では、カリアリ戦のフィオレンティーナのスタメン433でやっていきます。トランコスキーキーパーで、ミレンコビッチがいなくなったセンターバックは、カマラ、パロミノで埋めます。で、リロラ、ルイスのサイドバックで、ボランチにアムラバト、ズルコウスキー、トップ下キエーザの3トップ、左からアルマダ、シメオネ、ラインですね、やっていきたいと思います。で、今日はシメオネが、先発です。で、相手カリアリのスタメンですね。カリアリは多分昨シーズンね、今日ナインゴラいないのか、ナインゴラいないんです。そっか、あれか、レンタルだったのか。なのでいないんですけど、結構、まあ、シメオネもね、レンタルで借り上げ行ってたりとかで、結構手こずったんですけど、まあ、その2人がいないので、まあ、しっかり、前回動画ではパルマに結構厳しい戦いを強いられたので、今日はしっかり解消したい。ただ、一番前のセリなのかな、セリでいいかな。セリっていう選手がね、すごく得点能力高い選手なので、でなおかつ身長194とかあって、すごい怖いタイプの、怖い選手なので気をつけたいですね。そう、この10番のセリですね。ちょっとセリに関してはオプションの一つとして来シーズン持っておきたい選手の一人かなとか個人的に思ってるんですけどね、ちょっと取りたいなと思ってます。194の選手、フィジカルの数値90いくつとかだったかな。おっと、これは手前か、また。これ入った。ちょっと今タイミングフィニッシュミスったんで嘘つきました。また、今日2回目の嘘をつきました。やばい、危ねえ、危ない危ない危ない。すごい、すごいビルドアップの仕方。インテルより怖いビルドアップ。さあ、ライネス。これはいい系のいいタッチだった。あー、アルマダにつける。さあ、裏取ってルイス。ダイレで開けちゃおう。おお、おお、
かけちゃう、あれ、いや、やっぱえぐいな、クロス。まあ、ズルコウスキーのあのシュートもえぐかったけど、いや、あのクロスはちょっとえぐい。ルイスがここに来て、ちょっと、才能というか、存在感増してるな。もともといい選手ではあるが、ちょっと使いこなせてなかった気がする。俺はここにいるぜっていう感じのね。いやー、ルイス、いいなー。どうしよう。マジモンのフリーキック要員取ろうかな。本当に、ウィンの主力というか。はいはいはい、やりましたね、あなた。左はこっち、左利きはこっち。はい、ちょっと焦った。オッケー、オッケー。おー、危ない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 。めちゃくちゃ焦ったけど、まあ、なんとか 1-0 リードで前半終了と。次中3日かそんぐらいでカップ戦があるんでね、ウディネーゼと。 5-3 で敗れたウディネーゼとの。ちょっとメンバー変えたい気もするけど、どうしよう。言うてカップ戦っていうところもあるしな。さあライネス、さあライネス、ゴーゴーゴーと見せかけて中、もう一回。おー、でも調子が良さそう。動きはすごく良かった。落ち着いてるし。 OK、よし、キエーザ、ライネス、キエーザ、ライネス、キエーザー2人いいね、仲いいの。プライベートでは最近会った、いつ会ったつって。おいおいおい、ゴールの中で2人抱き合うなよ。なんかスキップOK、 キエーザも2000連発いいっすね。2人ともなんか上がってきたな、本当に。さあキエザ、あ、ミスだ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 、ミスったけどよかった、キエザ点取ってくれて。危ない危ない危ない、めちゃめちゃミスったけど。危ねえ、よかった。めっちゃ焦った、今間違えて×ボタン押しちゃったし、間違えてタイミングフィニッシュやっちゃったし。切り返して打ちたかったのに、なんでこっち戻した。ただよかった、調子のいい感じがありますね。こういうじなんかキエザのとこにボール返ってくるっていうのは。 OK、 3-0。 さあ59分、シミアの下げてアビラ投入、調整投入、 OK、 いいね。さあさあアビラ、おお、上げちゃおう。ツルコスキー、なんじゃそりゃ。キンペンベレバークゼン行ってるじゃん。ホースとかじゃないの、ハフェルツがチェルシー行くとかじゃないの。キンペンベレバークゼン来ちゃってるよ。 EL しんどそうだな。さあ繋いでアルマダ、あー、みんな強っ、強い、吹っ飛ばしたぞ。さあちょっと危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ。いやー素晴らしい。ねえねえ、なんで、なんでだよ、なんで決まんないねん。おお、マジか、マジかいな。もったいな、もったいなって思うのやめよう。まあ、3-1になったところで、ライネス、キエザ下げて、ブラホビッチと、ズルコウスキーじゃない、カッスルビリ投入で、右にアビラを置いて、一番前ブラホビッチで、トップ下カッスルビリで、残り5分ぐらいやっていきます。
さあ。OK。オッケー、あー決めない。あれ、あー、まあ3-1、まあ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 いいですよ。くー、まあ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 いいですよ。決めたいところも多々ありましたし、最後の失点もちょっといらない気もしたんですけど、まあ、ビレンコビッチがいない分やっぱ1失点そういうところ出ちゃったかなっていうことにしておきます。はい、ということでカリアリ戦3-1の勝利で終わりました。でローマが確か敗れてたので、おそらく4位浮上したと思います。ミラノ勝ってたのでよかったです。で、進展がねまだ来てないんですけど、キエーザがアーセナルからね5500万ユーロでオファー来た。何億ぐらいなんだこれ。70、60億ぐらいかな多分、日本円にすると分かんないですけど、適当なんですけど。ただ違う。今じゃないな。今じゃない気がするので、ちょっとやめておきます。これも。まあ、なので、ちょっとフィリップスの、進展を待ちたいなと思います。おいおい、今度対戦するレバークーゼンからオファー来やがったぞ。なんだこれ。なんで？やめて、そういうの。露骨すぎる。拒否、こんなの。やだよ。フィリップスが、あ、1750万か。前、一番最後1800万とかだったかな。若干下がったのか。もう1500万ぐらいでいけないかな。お、決まった。はい、ということで、クラブ間合意が1700万ユーロでできたので、あとはフィリップスとの、個人間合意、向かいたいなと思います。まあ、冒頭にも言ったんですけど、5万9000っていう給与をどれだけちょっと削れるかっていうところですかね。オフィス。いい髪型してんな、おい。いい、ちょっと、映えるね。映えるってあんま好きじゃないんですけど、言葉的に。いや、でも取りたかった選手なんでね、ちょっと取りたいな。鳥谷。待って、自分からパティン。30万。いや、俺いけると思う、これ。多分妥当なオファーですって、一発でいけると思う。多分。プレミアの選手は、プレミア、まあ、イングランドの選手はやっぱ高いから、うん、意外とこうやって下げていけると思ってたよ。4万5000高いけど、いいよ。主力だもん、だって。いいよ、一発で決まったから。はい、よかったです。ということでね、フィリップス加入決まりました。これで、なんかちょうどよくカップ戦で今度使えますね。起用がうまくできそうなので。まあカマラと同じ感じでボランチもできるセンターバックということで、まあなんか試合終盤とかで、まあ、レバークーゼン戦とかでね、1-0 で勝ってる時とかに、まあ、ボランチ上げてとか、まあカマラをボランチ上げてとか、フィリップス途中で入ってきてみたいな感じとかもね、全然そういうオプションもね、増えるので、まあ非常に補強になったかなというふうに思います。なので本当にフィットしてくれることを願ってます。ということでちょっと、まあ、本当に急ぎ急ぎでいろいろ昨日の動画とかも多分急ぎ急ぎでまとまりがなかった部分はあるかもしれないんですけど、いいところは見せれたかなと思いますので、この調子で後半戦もしっかり戦っていきたいなと思いますし、また今のキエザみたいな感じでオファーいっぱい来ると思うので、まあ、これもね、もうずっと言ってるんですけど、またそういう時に進展があったら報告して、放出とかがあったら補強をしてっていう感じでやっていければいいかなと思いますので、今回はこれで終わりたいなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。以上です。ありがとうございました。